ただきますが、今日はいつもとちょっと違った感じのテイストでやろうと思ってますので、私も楽しんでもらえたらなと思ってますが、ゴールデンウィーク初日ということで、きっと人がすごく多い中でやらせてもらうので、なるべく長くやるためには、やっぱり邪魔にならないという大条件になりますので、そんな感じでこうギュッと見てもらうのが嬉しいですし、近くで見てもらえたら、この目の前でこう近くに寄ってもらったりとかして、なるべくこう道の妨げにならない状態で、いてもらえたら大変嬉しいなと思います。ご協力よろしくお願いいたします。でも前で見られた方はもうこの段の前とかも全然いいね。逆に段の前みんな並んどったら何これみたいになるから逆にいいかもしれない。それももう喜んでるので、ぜひともこの壇上前に来てもらえたら嬉しいなと思います。道の妨げにならないようにしたらきっと通行とかもちょっとはマシになるかなと思うので、ちょっとご協力いただきながらやりたいなと思います。ゴールデンウィーク絶対人がたくさんいてくれてるので、ぜひともこの段の前に、この段を境に並んでもらえたらすごく嬉しいなと思います。なんてマナーがいいんだ、この路上アーティストみたいに見てもらえたらね、もしかしたらいっぱいできるかもしれないんで、1回でも止められたらこの後の箱ライブもあるんでちょっと影響してしまうんで、1時間近くはちょっと押してるんであれなんですけど、50分くらいはできたら嬉しいんで、ぜひとも道は確保してもらえたら嬉しいなと思ってます。ぜひともよろしくお願いします。さあ今日は、いつもと違う点数でやらせてもらいます。2人組で少し隙間時間と申しますが、今日は相方上地くんの、メインで、ソロ動画とか、たくさん歌っていきたいなと思ってます。まずはじゃあ、いつものサラリーマンとマネージャーの路上の撮影を2曲ぐらいさせてもらって、それも皆さん見てもらって楽しんでもらいながら、ぜひとも僕が撮ってるところを撮ってもらうのも結構ね、反響いただいてますので、ぜひとも僕が撮ってるところも撮ってくださいね。そしたらまた覚えたいなと思います。それに受け出してもらったらまたね、感じの熱いライブの時間が近すぎない、大丈夫、そんな感じで進めていきたいなと思います。9時間次回ではありますが、最後までよろしくお願いします。すいません、障害で預かりました上地と申します。よろしくお願いします。じゃあちょっとまずは、歌ってみた動画から撮りたいなと思いますんで、ゆうやかちゃん、ウルフズの笑えばお願いしますって感じで、ゆうやかちゃんお願いします。まあ、じゃあ逆にみんなに聞こえ、そんなことする、まさたくん、ウルフズの笑えば歌ってー、誰かそれ伝えよ、赤と黒のが髪よし、じゃあ行きます。じゃあお願いします。僕が行きます。はい、最後に笑えれば情けない帰り道、はははと笑えれば、あと笑えれば、
付き合いいただけたらと思うんですけど、せっかくなんでなんかこの曲いいみたいな感じでリクエストみたいなのあったら嬉しいんですけど、あります？ないですか？ないですか？リクエストないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ね、いきなりリクエストがあると難しいですね。
いつの日か輝くだろう、今宵の月のように。近畿プラス名古屋ツアーということでね、路上ライブの方させていただいております。TikTok 会社の皆さん、こんにちは。やってないよ、現地にこうやって集まっていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。で、ちょっと今日この後また、ライブハウスがすぐ近くでありまして、そこにもぜひお越しいただきたいんですけども、時間の方が、4時ぐらいにはもうちょっと出ないといけないので、4時ぐらいにはもう会場を連れておかないといけないので、今日は3時ぐらいまでとなっておりますので、あと30分ほどお付き合いいただけたらなと思ってます。ちょっとなんか聞いてる分でなんか音大丈夫ですか、皆さん。はい、じゃあ、ね、TikTok 配信の方もちょっと始めていただいて、どんどん撮っていきたいなと思ってます。ちょっと熱くなる曲を歌いたいなと思いますので、ライブレース今で7日目か8日目ですが、振り切って頑張っていきたいなと思います。じゃあ、サボモンスターさん、できこらえなくちゃ。
めまして、カタカナで隙間時間です。よろしくお願いします。はい、今日は、サラリーマンマネージャー、路上ライブツアーということで、ちょっと発表してから思いました。あ、これもうちょっと有名になってからやることやなって思ってたんですけども、こんだけたくさんの方に来ていただいて、本当に幸せです。本当にありがとうございます。私たちことなんですけども、皆さんが最近 TikTok とかで応援してくださるおかげで、実はテレビ番組の収録が以前終わりました。ありがとうございます。この放送は6月ぐらいなんですけど、皆さんのおかげで本当に、超有名番組に出ることが、できたので、ちょっと番組名はちょっと伏せるんですけども、また、インスタグラムとかで、発表したいなと思ってますので、6月ぐらいにね、テレビよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ、今のもう一回喋れてみたら、もう一回ふーって言ってくださいね。いきますよ。あ、ふーっていいですか。皆さん、改めましてこんにちは。皆さんが TikTok 応援してくれるおかげで、僕たちテレビ出演決定いたしました。多分ね、番組の方は6月ぐらいに、テレビオンエアされると思うんで、本当に超有名番組です。今動画撮ってる方は後で消してください。カラオケバトル決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日来た人特別です。ありがとうございます。また結果はテレビで見ていただけたらと思うんですけど、本当に、少しずつこうやって隙間時間の活動を応援してくださる方をはじめ、テレビとかでもどんどん広げてあげようということで、今回、収録の方も行ってきましたので、隙間時間これからも頑張るので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ということで、はい、ちょっと、本当はこの曲をちょっと歌いたかったんですけど、ちょっとテレビでは歌えなかったって曲があるんで、その曲を今から歌いたいなと思います。まずスキマ時間さんの、愛という曲を、じゃあスキマスイッチさんの愛という曲を歌いたいなと思います。聴いてください。愛、はい、これ怒られるな、これ大先輩。小さくない？小さくて大丈夫か？もうちょっとガンガンで聞いてほしいっす。愛、どこで誰が想像したもんなんでしょうか。何回なんだね、どこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ、鳥取は大空を呼ぶことなく詰めるのに、一体僕はどこへ向かうんだろう。成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうじゃん。もうやなるよ、どうかいなったれ。こんなんなら存在主体を消しまえ、そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったもの全て受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ、そんな上会いたくなるじゃん。
終わりたいと思います。じゃあめちゃくちゃ好きな曲を、大好きな曲です、カバー曲なんですけど、カバーさせていただこうかなと思います。こんな感じで今日から4、5、6、7日まで、近畿プラス名古屋で路上ライブするんで、来れる人がいたら、他の路上ライブも遊びに来てもらえたらなと思ってます。菅田将暉さん、虹という曲で、こんな僕のこと
いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ。何にもなかった空にポツンと輝いていた。ありがとうに変わる言葉ずっと探していたんだ。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように、一生懸命にいつか結ぶ。ダメがほどけないように、固く繋いだ手を離さないから、離さないから。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこのサラリーマンツアーみたいなのをやらせてもらってるんですけど、これが、明日ゆうやくん明日どこやったっけ、明日何県やったっけ、ゆうやっち明日何県でしたっけ、明日多分京都です。あ、京都か、明日京都でやります。大阪はこれでちょっとカバー曲は終わりなんですけど、よかったら私のソロ曲の方の CD 持ってきてますんで、これが1枚なんと1000円ということで、よかったらぜひゲットしてもらえたらなと思ってますし、それ終わったらまた隙間時間で今日は終わりにしたいなと思うんで、最後まで聴いててください。ゆやっち、ゆやっち来て、ドロップボックスやったっけ、あれドロップボックスに送ってくる、ファイルファイル。じゃあ最後4曲あるんですけど、皆さん ABCD 何がいいですか。せーの、 A、 あ、 BB ね。ちょっと待って、まっさかさまや、よし、はいはい、あ、ファイルファイル、あ、ファイルだ。じゃあ最後まっさかさまって曲で終わりたいなと思います。ほんと久しぶりに歌うんでちょっと爆音なんですけど、ちょっと確かめます。でかい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 、警察来る警察来る。最後、まっさかさまって曲で終わります。ブルーハーツさんに憧れて、ロックをやってみましたが、ロックを失敗しました。そんな曲です。聴いてください、まっさかさま。あの時の気持ちを忘れずに、まっさかさまに落ちてく砂時計の砂を集めて、降り積もった時を巻き戻せたらいいと思う時があって、もしあの日にあれをしてねばなんていつも僕らは思うけれど、偶然拾った小石を僕がダイヤと言い張っても、誰も見向きもしない、磨くことも諦めたいことがあって、でも小石が光り出すとこらねと言い返り、手のひらを返す。誰も見たことない大きな夢を空一面に描いてみたよ。笑われたってもいい、捧げる Wow 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 見かせいな、僕も君もきっと大丈夫さ、ありのままで行け、そうどこまでも。ビジョンを話したよ、まるで被害者面下げて、今頃の涙をちょうだいですが、笑わせんなよこっちドラも騙されへんし、あの日の答え合わせてきた。例えば君にも知らず知らず同じことを
僕もしてたら、こんな楽はないさ。周りの人たちが僕を支えてくれた。底なし沼のような人生があるとしても、君はダイヤモンドより光ってるから。真っ逆さまに落ちてく砂時計の砂を集めて、降り積もった時を巻き戻せたらいいと。ウォーウォーウォー、輝き出した未来の夢を描いてみたよ。君の街にもほら、ウォー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 だ。せいな僕も君もきっと大丈夫さ。ありのままで行け、そうどこまでも。未完成なストーリーを、未完成なストーリーを。ありがとうございます。オリジナル曲の真っ逆さまという曲でした。今日は短い時間でしたが、上島さんを見ていただいて本当にありがとうございます。最後は、隙間時間の2人で歌って今日は、終わりにしたいなと思ってます。さっきも言いましたが、この真っ逆さまという、CD、 ブレーメンの音楽隊ね、ブレーな面に音楽隊でブレーメンなんですけど、ブレーメンの音楽隊ぜひよかったらゲットしてください。ありがとうございます。よし、じゃあ最後は隙間時間の曲を歌って終わろうかなと思ってます。今日ちなみになんですけど、この後、ライブハウスでライブがあります。本当に大好きな、僕バンドも組んでるんですけど、大根ゆうまさんと、スタートラットさんと、そして日々直弘さんと、隙間時間これ4組で、ライブがすぐそこの、SOC というね、ソープオペラクラシックという場所で、ライブがあるんで、ぜひよかったら来ていただけたらなと思ってます。はい、じゃあ次は隙間時間の曲を歌いたいなと思います。皆さん ABCD 何がいいですか？せーの C。 もう一回せーの C。 あ、 C ね、 OK。 C ということは、あ、なるほどね。じゃあ C の曲を歌いたいなと思います。そうですね、じゃあ C の曲を歌います。おかえりという曲です。ゆうやくん、あ、待って待って、ちょっとね、誰か隙間時間の音源持ってないですか？持ってない。あ、持ってた、怖い。この際みんなに送っとこうよ。音源送ってたらみんなカラオケで歌えるよ。またカラオケのマイクでこうやって俺らの音源こうやってやって、もう一個のマイクで今も君のことって言ってね、いい感じ。どうしようかな。じゃあ C って言いましたね、皆さんね。じゃあちょっと皆さんね、ちょっとメンヘラな方が多そうなんで、ちょっとバラード歌いたいなと思います。おきいびき、あ、おき手紙、あれがない。あれ？じゃあちょっと彼が今ちょっと準備してる間、ちょっとアンコールいただいたんで、ちょっとカバー曲歌ってる間に彼がちょっとマイク準備してくれて、最後隙間時間の曲で終わるっていうふうにしていきたいなと思いますんで、最後一曲何がいいですか？ABC、 せーの。あー、なるほどね。情熱のバラか。よし、情熱のバラいきましょうか。最後ね、いいな、一斉のでシーンってのいいですか？楽しかった。よし、じゃあ僕が世界で一番大好きな歌詞の曲を歌いたいなと思います。じゃあ聴いてください。ブルーハーツさんで情熱のバラ。どこに隠した？ないな。情熱、あの曲情熱のバラですよね。
じゃあ最後聞いてください、情熱の花。ちょっと待ってください。いきます。機材トラブル。最後聞いてください。情熱のバラ。今日皆さん本当にありがとうございました。もうちょっと有名になってからやることやったと思うんですけど、こんなたくさんの人に見てもらえると思ってなかったんで、マジでマジでありがとうございました。みんなのおかげでテレビも決まったからね、またテレビでも見てね、よろしくお願いしますよ。これからも隙間時間で頑張っていこうぜ。永遠なのか本当か、時の流れは続くのか、いつまでたっても変わらない、そんなものあるだろうか。見てきたものや聞いたこと、今まで覚えた全部で絡めたたら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、涙はそこからやってくる、心のずっと奥の方。小さな幸せと、なるべく小さな不幸せ、なるべくいっぱい集めよう、そんな気持ちわかるでしょう。答えはきっと奥の方、心のずっと奥の方、やってくる心の図。世代なんか関係ない、歌っていけ、はい、情熱の宝を胸に咲かせよう、花瓶に水をあげましょう、ありがとうございます。ラスト1曲で終わりたいなと思います。最後は隙間時間の曲で終わりたいなと思いますんで、これね、ライブハウスとかやったらもうね、みんな帰らへんように鍵とか閉めれたりできるんです。これ路上ライブなんでね、自由なんで、あれなんですけど、ぜひ最後の1曲も聴いていってくださいと思ってます。最後1曲は隙間時間から送る、おき手紙という曲で、今日はおさらばしたいなと思ってますんで、まだ時間に余裕があるよとかお金に余裕があるよって人がいたら、もう一軒僕たちライブするんで、よかったらそこライブハウスについてきてください。素敵なアーティストがいっぱいいます。じゃあ最後バンド、おき手紙ですね。あ、おき手紙や、おき手紙嫌やな、どうしようか。じゃあ、どうしよう、どうしようか、何が、もう一回いいですか。じゃあ ABCD、 せーの、 A、 あ、 A 来た、やっぱ起きてみよう、やっぱ起きてみよう。何が、なんかバラード系か、ちょっとわーって盛り上がる系か、服脱ぎたくなる系か、ちょっとわーってしたい。あー、それみんな、じゃあちょっとわーってしたいな。じゃあ
どうしようかな。服着たねぐらいですかね。服着たねって曲があるんです。よかったじゃないですか、知らない人 CD 買えますよ、よかったじゃないですか。頭おかしい。よし、いやーね、ちょっと暑いな。その ABC 聞いても意味ないでしょ。意味ないか、頭の中に決まってるでしょ。ちょっとまだテレビでもまだ言うかもしれないです。ちょっとね、スーツ着て今歌ってるんですけど、これ実は嘘で、前までスーツ着て営業行ってたんですけど、隙間時間頑張りすぎてクビになってしまって、で、まあ荷揚げ屋さんでマグナムメイドサービスって言って、重たい荷物を持って運ぶ仕事をやってて、はい、嘘なんですよ。特別に皆さん紹介しました。嘘なんです。拍手。お、突然だよ。まあね、今日は相方亀治くん、ソロで路上近畿バイスワールツアーをゴールデンウィークは企画しまして、それでいうのも、あ、急に喋れますね。中野優也と申します。普段はさっき聞きましたので名前で活動してます。で、TikTok ね、やってまして、それでこうソロのこうこんな感じでやってる動画がね、いい感じに広まってくれたんで、まあそれでテレビが決まったりとか、そこリーチしてもらうことが増えてきたんで、じゃあちょっとゴールデンウィークはそれにあやかって勝負してみようということで、今日からスタートになっています。なんで明日は、京都市が行って、明後日は奈良、和歌山で、その次は三重、愛知で、最後は兵庫で終わりなんですけど、なんでまあ知ってもらったらぜひともインスタで情報発信してますので、ツイッターもやってますので、よかったらフォローして、また近畿近いと思うんで、近いところあれば、行けるところあれば来てもらえたら嬉しいし、この後もライブハウスでね、リストシーという英語用紙の方でライブがあるんですけども、たくさんたくさんライブしてますんで、またどこかでお会いできたらと思ってます。あとお金ください、お願いします。スノーですいません、お願いします。もし何か良かったなと思ってもらえたらお願いします。じゃあ、最後は僕もマジで、自分たちの曲を最後にお届けして終わりたいと思います。どんな曲ですか？この曲はですね、僕が彼と初めて作った曲です。当時はもう4月、今5月でしょ。こうね、サラリーマン新入社員の人もいると思いますけど、ほんまにね、右も左も分からへんくて怒られることもいっぱいあると思うし、もしかしたらよ、限界でもう死んだろうかなと思ってる人もいるかもしれない、ね。そんな人の応援歌になればなと思って作った曲です。絶対横に誰かおるから、こうやって、うん、だから自分を信じることは難しいと思うけど、自分に厳しくならず、もっとね、自分に優しくして自分自身を信じてください。そんな曲です。ありがとうございました。曲たる。今笑うとるけど、本当のところどうなんだ、本当の気持ちはどうなんだって、そんな曲です。全力で最後聴いてくれ。できたりするんだ。わかるぜ。わかってよ。